リンカーンナビゲーター。ナビゲーター。ナビゲーターは、フォードが製造、リンカーンブランドで販売している自動車である。フォードエクスペディションをベースとして開発された。ナビゲーターは1998年にデビューし、大ヒットを記録。2001年には、アメリカの大型 SUV 市場の実に4割が、ナビゲーターによって占められてた。ナビゲーターのヒットに気を良くしたフォードは、 高級ピックアップのブラックウッドと高級ミッドサイズ SUV のアビエーターを相次いで投入したが、いずれも失敗に終わっている。1997年に1998年モデルとして発売が開始された。基本的に高級 SUV ということでフル装備である。エアバッグは運転席のみ標準。助手席はオプションで ABS4WD3 列。 シートオートドライブヒーター付き本革シートを装備。ただし、サンリューフはオプションで、キセノン、ディスチャージヘッドライトは装備してない。ダッシュボードやセンターコンソールは曲面で構成されており、この年代の多くの米国製 SUV 同様、デザインは流麗だが、クオリティも同様のレベル。ステアリングは各種スイッチ付け1本スポークで上下につくウッドと、レザーのコンビハンドル。 オーディオは CD 付けだが、日本国内向け仕様は、日本製の社外オーディオ各種 CD、CDMDHDD ナビデル。シートは1列目の運転席及び、助手席の後部ポケットは、蓋付きと網の2種類がある。センターコンソール後部にエアコン、オーディオのスイッチがあり、2列目からでも操作できイヤホンも、接続可能。2列目は、キャプテンシート仕様の場合、中央に、 大きな局面のセンターコンソールがつく二人掛けで、ベンチシート仕様だと三人掛けである。三列目は取り外しができる。シートそのものはヒーターが付いており、ボリューム感のあるソファータイプ。ゆったり走るには向いているが、体格の良い人が仮走行したり、荒く扱われた車両では、革のシワ、すれ、痛みやへたりが出ているので、走行距離と比較して注意が必要である。 左ハンドル仕様のみで、トランスミッションは4足コラムオートマチック、AT。アルミホイールは17インチの5本スポークである。バックドアは狭いところでも小荷物の出し入れができるように窓のみの開閉もできる。V8 エンジンは縦置きに搭載したマルチインジェクション方式でフルタイム4輪駆動。サスペンションは前後ともスタビライザー付けでフロントが トーションバースプリング、リアは固定軸、エアスプリング方式となる。ブレーキ形式は、サーボアシスト付けのフロントがベンチレーティッドディスクでリアはディスク。1999年には、小マイナーチェンジで V8DOHC エンジンとなり、300PS に出力アップ、アルミホイールが6本スポークになるほか、仕様が変更されている。2003年に、第2世代となる。 外装は、ライト、グリル、ドアミラーなどが大型化され、見た目も、さらに迫力が増した印象で、高級感と共に押し出しも高まった。前後バンパーやボンネット、フェンダー、バックドア、テール、などに、大掛かりな変更となった。内装も、インパネやダッシュボード、センターコンソール、ドアウッチフリシート、大幅にデザインが、直線基調に変更された。 センターコンソールの前後及びドリンクホルダー部分がシルバー塗装された。ステアリングは各種スイッチ付け4本スポークで上部のみウッド付けのコンビハンドルとなり高級感が高まった。メーターはトヨタセルシオと同様の自発光式で決めも増え内装のクオリティが向上た。シートも曲面ソファー風から欧州車風な直線基調に変わりエアシートが採用された。 三列目はパワーサードシートでバックドアもパワーゲート付け。しかし、運転席、助手席のシートバックポケットの蓋は省略された。センターコンソールにはオーディオ部分にエンブレム付けのシルバート装の蓋が付いた。トランスミッションは四足フロアエティとなり、ガングリップタイプでブルーツ付けのスポーティな仕様に大幅に付加された。純正アルミは八本スポーク。日本では アルティメイトというグレードが多数流通している。2004年に電子制御のロールスタビリティコントロール付けとなった。2005年にマイナーチェンジが実施され、外装はフロントバンパー内蔵のフォグランプが丸型から角型になり、ドアパネルのデザインなどが仕様変更された。エンジンは v 8 5 2 4ーサイチェシー3バルブに変更されて、トランスミッションが ZF 製の6速 AT に進化した。内装も AT シフトレバーが T 字型になりブーツはなくなった。北米では音響起動型 DVD によるナビシステムや THX のオーディオシステム、後部席用 DVD モニターも追加装備された。日本国内に流通している色は外装黒、内装ベージュが多く、次に外装黒、内装グレー側や外装白。 内装ベージュで、他にもゴールド、ベージュや黒、黒革など他の色も存在する。なおフロントバンパー下部とランニングボード部はミトウの樹脂素材となるが、モノトーンパッケージというミトウ部分に加えてフロントグリル周りをカラード化された同仕様もある。しかし、ユーザーのカスタムペイントによる同様の仕様も多数流通している。この年式のグレードはアルティメイトリミテッドが多い。 2006年2月発表。当モデルからロングホイールベース版のナビゲーター L がラインナップに加わった。外装はフロント周りを、はじめ大幅にデザインが変更された。内装も変更され一新された。ドア内張りには全面にライトウッドパネルが貼られ、ダッシュボードもさらに直線的なデザインとなり、時計まで四角になった。三列シートのパワーゲートが、 頭上の左アームからサイドアームに転換した。オーディオも北米仕様では、ウーファー付きの6連 CD チェンジャー付き14、スピーカー付き。アルミはメッキの14本スポークとなった。トランスミッションは6速フロアオートマチックで、シフトレバーはショートタイプのガングリップとなった。エンジンは従来と同じ V 型8気筒5.4リッター。サイチェシー3バルブで最高出力224。 キロワット 304PS5000rpm 最大トルク 495nm 50.5kgfm 3750rpm を発揮する。車体色はタキシードブラック、ダークアメジスト、ダークブルーパール、アロイ、グレー、ビビッドレッド、ホワイトプラチナム、パールジロ、シルバーチ、銀、ホワイトチョコレート、白で内装色は チャコールブラック、黒革、ストーン、グレー、キャメル、ベージュの設定となっている。2014年2月、シカゴオートショーにて、フェースリフトを受けた2015年モデルが発表された。内外装が大幅に変更されたほか、エンジンが V 型6気筒3.5リター、エコブースト直噴ツインターボに換装された。これにより最高出力が 380HP。 5250rpm 最大トルクが460ポンドフィート 2750rpm に引き上げられるとともに燃費が市街地 16mpg 高速 22mpg 標準ボディ 4x2 の場合従来型は 12mpg 17mpg と改善した2016年12月のローサンゼルスオートショーにて4代目モデルのコンセプトカーが 公開、2017年4月のニューヨーク、国際オートショーにて4代目モデルが発表された。歴代と同様に、エクスペディションと、回 -150 が姉妹車で、ラインナップとして、標準モデルとロングホイールベースモデルが設定された。車体は、スチール製、ラダーフレームとアルミニウム製ボディによって構成され、大幅な軽量化と高い構成の確保を実現した。 当初ナビゲーターは日本に正規輸入されず、すべて並行輸入、形式不明車となっていたが、2008年5月21日に、フォードジャパンギミテッドより3代目の正規輸入を行う、旨の発表と同時に判を開始した。並行輸入車については、新車並行の北米仕様、南米仕様、一部では、中東からの中古並行など、出所不明のものもあり、維持管理面で、 さらに知識が要求される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。